僕は購入を見送りましたけれども、桜井敦さんの提案のドール、通称アッテヤの見せ物小屋を注文された方も多いと思います。まあ、前回ご購入されている方は十分ご存知だと思うんですけれども、前回のアブラカダブラを買わないで今回の見せ物小屋が初めてのアッテヤンという方に向けて大事な情報になるかと思います。というのも衣装の色移りが結構大変なんです。はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。青森に住む爆竹大好きおじさんのゆうきと申します。今日は桜井敦史ドールアッテヤンの、お体をきれいにしてあげようということですね。今上半身にはこれフードっていうか被ってもらってます。肌色が多いと幼児ポルノと間違えられてアカウントバンされたりするリスクがあるかなと思いまして、実際は上半身裸になっている状態ですけども、こういう風にもうすでにお洋服の色移りでなんかドメスティックバイオレンスで青あざができてるみたいな感じになってて、とてもかわいそうな状態です。でどうすればこれが落ちるのかよくわからないので、まず、ペンテルさんの消しゴム映ってるかな、それから100円ショップで売られているメラニンスポンジ、そしてそれでもダメだったら、ドイツ製の、激落ちキングですか、はい、そちら、それでもダメだったらタミヤさん、プラモデルメーカーですね、出してる薄め液を水で希釈したものを試していきたいと思います。これで綺麗になればいいなと思います。では一つずつ試していきます。はい、ではまずあまり期待はしていませんが消しゴムをかけてみます。はい、残念ながらやっぱりこう消しゴムでは全く薄くなったような気がしません。次に、100均で売られてるメラニンスポンジですね。水で濡らしてもちろんこすってますけども、こちらもそうですね、特に効果があるようには感じられません。はい、次にドイツ製の激落ちキングでやってみます。僕の中でこう100均の商品だから落ちないのかなっていう疑念があるので、ちょっとこちらの純正品というかね、王道のメーカー品を試してみたいと思って用意してました。はい、残念ながら効果があるとまでは言えないですね。はい、100円ショップの商品を疑ってごめんなさいということでした。はい、次はプラモデルメーカーのタミヤさんの薄め液をさらにこうちょっと怖いので 50%、 1対1で水と割ったものを使ってみます。なんとなくほんの少しだけ薄くなったような気がしますね。ちょっともうちょっと続けてみたいかな。これは、若干綿棒の先が紫色になってきたので色が落ちていると言えなくはないですね。はい、最後に先ほどちょっと感触をつかんだので、薄め液を水で希釈しないでそのままの原液でちょっと一回こすってみたいと思いますけどね。はい、ということでですね、僕が出した結論はアッテヤンを買ってきたらまず服を脱がせて色移りしないように、今は白い下着がね、提案のドール用のもの販売されてたりするので、それを購入してあるいは自作して色移りしないようにするっていうのがものすごく大事っていう結論に僕の中では至りました。この動画あまり参考にはならなかったですけども、第2弾の見せ物小屋の桜井敦史ドールアッテヤンが届く前にこの動画アップできたっていうことは、皆さん注意して僕と同じ轍を踏むことのないようにできるのではないかと思います。そういう意味ではお役に立てればいいと思います。反面教師だと思ってこの動画ご覧ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。僕はこれ困ったな。